皆さんこんにちは。桜、緑水亭の桜はまだこのような感じで咲いておりません。ここ数日とっても寒いので、つぼみがこの状態で止まったままです。今日も雨模様の秋保温泉ですが、見えますか？つぼみに雫がついています。お花見が楽しめるような陽気ではありませんので、緑水亭でのお花見はもうちょっと先のようになります。お客様から、緑水亭の桜咲きましたか？お問い合わせがありますが、まだまだ先のようですよ。仙台市内はもう咲いておりますが、少し遅い緑水亭の桜はこれからです。リニューアル工事も順調に進んでおります。少し春の庭園を皆様にお届けいたします。蓮葉の黄色が鮮やかですよ。ほら、すごい鮮やか。皆様、春の緑水亭の庭園はこれから楽しめます。